はい、こんにちは。では質問にですね、答えていきたいと思います。お世話になります。私は鍼灸で軟膏式というやり方をメインにしている関係で、施術時の患者さんの呼吸に留意しております。広角整体でのベーシックセミナーでは筋ポンプやブロックにおいてあまり呼吸の使い方については言及されてなかったと思いますが、こういった時は呼吸、吸気で、こういった時は呼吸でという決まりは特にないのでしょうか。また呼吸の使い方で、効果の増減はありますでしょうかということですね。はい、まあ、こういった内容ですけども、基本的にですね、呼吸は、無視して大丈夫です。はい、で呼吸吸気っていうところに関してはですね、細かく言うといろんな考え方もありますし、僕も気にするときは気にします。で当然ですね、呼吸吸気で腹式とかね、胸郭がこう開くとか、あと腹部がこう盛り上がったりとかへこむとかですね、いろんなパターンが、まあ、呼吸吸気にとって変わってきますし、あと呼吸の仕方によっても止まってるとかね、動いてないっていうところがチェックできたりとかします。で、よく言われるのは第二次呼吸になってきますから、第一次呼吸は CSF の循環ですね。で第二次呼吸はこの呼吸っていうところに関して連動するので、 CSF の循環の問題が、出てきたりとかですね、あとはその胸膜とか腹膜とかの連動がありますから、そっちのストレッチになったりとか、まあ、いろんなのがですね絡みます。ただそれ考えてるとキリがないので、基本的にですね、ざっくりしたところなんですね、ベーシックっていうのは。まだまだその KS だったりとか、上級テクニックがあるので、まあ、そっちの方まで行くと、よりその意識すると効果が出るケースっていうのは多くなってきます。ただ、体の、ね、全体の問題の中で、すごくその、大きい部分、ざっくりした部分を直すのがベーシックなんですね。なので、細かいところをこう見ていくと、そういう呼吸だったりとか、波動だったりとかですね、いろいろチェックすると効果が出る部分っていうのは出てきますけども、なかなかそこまで、この段階ではやらなくてもいいかなというのが正直なところです。はい、なので、今の段階ではベーシックの段階ではそんなに、留意しなくてもいいっていうのが、まあ、正しい答えですかね。もちろん気にするとですね、いろんな呼吸見れるのであれば、ぜひ見ていただければ分かると思いますけど、ブロック入れる都度ですね、変化してますから、呼吸の仕方とかも変化してますから、そこをチェックしてみるといいと思いますね。まあ、そこをですね、留意するかどうかで、施術効果が変わるかというと、パターン化されてるので、変わんないですね。ただ、呼吸はいろいろ変化してますので、チェックしてみるといいと思いますね。で、4回目かな、短歌詞の見方とかもあると思いますけども、そこによってもですね、短歌詞が変わった瞬間に呼吸、吸気の、ところもこう切り替わったりとか、いろいろ面白い反応って、ね、いろいろ出てます。あとはそれが見えるかどうかですね。見れるかどうかなので、ぜひそこの呼吸とかね、常々見てるようであれば、関連してくる変化っていうのも見て取れるようになってきてるかもしれないし、そもそも見れるかもしれないので、ぜひこの辺の変化っていうのを見ていただきたいなと思います。話ちょっと別になりますけども、脈診をやってる先生にですね、その辺を、変化を見てもらうと、今変わったねとかっていうふうに、僕見れないんですけど、僕が施術してですね、その間ずっと脈診で見ててもらってですね、どうっていうと、変わったねとかっていう風な話も出てきますから、いろいろ体の中では変化が起こってますので、そこをこう紐付けられるようになってくると、すごい生態の、結果も変わってくると思いますし、考え方もですね、だったらこれやる必要ないんじゃないかと、こっちでもいいんじゃないかみたいなんですね。でこれができてないから こっちはこれをやろうとか、でその時に僕は針をやめたというか、まあそもそもできなかったんですけど、やらなくてもいいなっていう結論に達したんですね。でこう精度が上がってくると、やっぱり脈診とかもこれなのかなとか、そもそもやってなかったことが分かり始めたりとか、たまにね、デモンストレーションで針とかしたりするんですけど、その時に針、まあ、一血だけでも全然ガラッと変化出せたりとかですね、いろんなことができるようになりました。なので長野式をベースにですね、整体っていうのをこう考えていく、最初はですね、別々に考えた方がいいですよ。長野式で、こっちは整体みたいなね、
でそれがやどっちもこうやっていくか、まあ、長野式だけでもいいと思うんですね。でそこでこっちをやってみるとあれって思うんですね。でもしそれが今の段階でないのであれば、長野式のレベルをもっと上げるべきかもしれないですね、一つ方法としては。でその長野式のレベルがぐっと上がってくると、こっちの良さも分かってきます。よくですね、これやってるからこっちダメとかいう先生いますけど、これ僕の、個人的な意見としては、それはですね、もう言えるレベルにないと思ってます。で、できる先生ほどこれ正しく見れるので、こっちをね、今現状でやってる針でも何でもいいんですけど、こっちはもうレベルが高くなってくれば高くなってくるほど、これこっちの新しいものとかその他のもので、これができてる、これができてない、いや これに比べてこっちの方がいいなとか、いい部分があるなとか、これはやっぱりこっちの方がいいなっていうのは適正なですね、見方ができるようになってきます。なので基本的に僕がですね、確認するのは、自分がやってることが一番だと思ってる先生は大概ですね、できてないです、残念ながら。なので、そこの正しいところですね、学べばいいんじゃないですか、基本的に。で、できてないところは正しくできてないというふうな感じで見て、どんどんですね、吸収して自分を高めていけばいいと思ってるので、傾向としてですけど、僕の認識としては、できてる先生はやっぱりこう正しく評価してもらえるっていうのが基本的な、まあ、ベースっていうか傾向ですね。なので、もしその呼吸のところで、この声帯どうなんだっていうのが分かりづらければ、多分長野式をもっともっと勉強するべきじゃないですかね。で、まあ教科やめてもいいと思いますので、長野式をもうみっちり勉強すると、まあ、その方がですね、今の先生にとってはもしかすると患者さんのために なるのかもしれないですね。で、一通り、教科のものを勉強して一つ知識として入れておくっていうのはいいと思いますけども、本当の技術としてレベルアップするのであれば、教科のものよりも長野式っていうのをやっていくと、教会で教えてる技術もすごくいいものに感じると思うんですね。いいものだと思って提供しますから、多分そういうふうに思うと思いますし、その変化っていうのもしっかり、認識できるようになってくると思いますので、まず自分の、そのベースの長野式をどんどん、スキルアップしてもらって、でもっとですね、細かく長野式ではこうやってるからっていうんじゃなくて、患者さんはどういうふうな呼吸になってるのかなっていうところですね。どうしてもね、なんとか式とか教会の声帯もそうですけど、ここではこうやってるからこうやらなくちゃいけないって思ってしまうことって多いと思うんですけど、まあ、そんなのどうでもいいんですよ、はっきり言って。患者さんが治るか治らないかなんで、患者さんを見てくださいね。で、患者さんを見てどういうふうにこうこの状態は不可解なケースですごくいっぱいあるんですよ。このテクニックではこう言ってるけど、このテクニックではこう言ってる、じゃあこの患者さんどうなってんのっていうと、どっちでもないっていうことよくよくあります。なので長野式だからこうとか、教会のテクニックだからこうじゃなくて、患者さんのことを、患者さんの呼吸っていうところをチェックしてもらっていくと、いろんな活用の仕方っていうのはあると思いますので、まあ、その辺で、考えてみていただくといいかなと思います。だからとりあえず教会の方ではですね、意識しなくても結果が出るようなパッケージではお伝えしています。でもちろんこれが意識してやれるレベルになると、相当結果って出せるようになると思いますので、それをですね、研究会とかで投げてもらうと面白いんじゃないかなと思います。はい。まあ人間の体って面白いですからね、いろんな変化を起こしますから、そこをどれだけこうこちら側で感知して、それを結果として結びつけられるかっていうのは、技術次第だったりとか考え方次第になってきますから、まあ柔軟にですね、対応して、それを柔軟な考え方を表現できるような技術っていうのを手に入れてもらえるといいんじゃないかなと思います。ではこういった感じで終わりにしたいと思います。